皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今回は彼氏の渡るくんにドッキリを仕掛けたいと思います。イエイ。ドッキリ内容がこちら。朝起きてトイレに行った時に、誰もいるはずのないトイレにもし彼女がいたらどんな反応をするか検証していきます。で、今日曜日の朝6時なんですよ。渡るくんいつも日曜日でも朝早く起きてるみたいなんで、その前に私が彺女の特権であるこの合鍵を使ってトイレでスタンバっときたいなと思います。さすがに日曜日なんでまだ起きてないと思うから、早速入っていきます。
しまみたいな。おいで。ここが私のマイハウスです。トイレ。だってこれ見て、ここにずっと待ってたんだよ。1時間近くあなたのおトイレを。早く来てればよかったってことか。そうですよ、早くトイレしてください。俺歯磨いて朝飯ってか朝飯で歯磨いてたからここいたからね俺。ってことはここにいたの。いたいた。ってことは俺が歯磨いてる時にここにいたんだよ。こんな感じで今回はなんとか仕返しが成功しました。少しでもわたるくんの、仕返しドッキリ面白かったっていう方はグッドボタン押してください。怖っ、マジで怖っ。今後もやらんだけど、これやります。またやりますよ。いやマジでやばい。 Twitter、Instagram、TikTok とあと私とわたるくんのノートもやってますので、ぜひ画面の下から、はい、フォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。